コーナー。
ここねです。あゆうえましこです。いまゆみです。瀬戸まーなです。つつみです。水野たまごです。私たちローファイドリームポップアイドル逆さまです。よろしくお願いします。本日はヨネコさんとのツーマンライブにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。私はアイドル活動する前からヨネコさんが出演しているライブを見たりしていたので、あの共演できるなんてとっても夢のような気持ちです。嬉しいです。やった。私たちもヨネコさんのパワフルで可愛いライブに負けないように盛り上げていくので、皆さん盛り上がってください。おー、猫さんは白で逆さまは赤で、めっちゃめでたいね。逆さま赤でよかった。今日あの米子さんに会えるのが嬉しすぎて私服真っ赤にしてきた。めっちゃ意識高い。はい、あ、まだ揃って言いなかった。そう、逆さまです。逆さまでございます。はい、ですね、逆さまは先月の22日に、ニューシングルを出させていただいてですね、そちらが里崎梨沙さんのプロデュースの2曲になっております。それでは聴いてください。ねえそうでしょう。
マンの米子さんをお呼びしたいと思います。あ、ね、あごめんなさい、ありがとうございます。あ、皆さんこの前行きましょう。皆さんがめちゃくちゃ後ろ行っちゃった。2人マイクを取りに今日はありがとうございました。ありがとうございました。こうやってちゃんと喋ること自体初めてですよね。初めて。あ、ヨネコです。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう大変失礼ながら自信がなくてちょっと名前を手が通りないですけど、コトネンさんと、お誕生日だと。あ、お誕生日だと。マシコさん、合ってますか？もう私、あの顔と名前の認識ができない、あの 病気というか、なんか人で。卵さん、みまいみさん、どう、合ってますか？マヒルンさん、と、マーナさん、はい、と、つつみさん。あ、ありがとうございます。ごめんなさい、ありがとうございます、本当に、もう、すごいですね。いや、とんでもない、本当に失礼なことをしてしまって申し訳ないんですけど、いや、7人って、迫力がありますね、本当に。いや、本当にすごいなって、もうなんか、フォーメーションって素敵ですよね。一人だと、フォーメーションが無理なんですよ。現実的には 100% 不可能で、フォーメーションを好きなグループで、あの、推しをフォーメーションで見れるっていうことの尊さを感じた方がいいと思いましたよ、本当に。フォーメーション、移動するだけで絵になるんですよ。だって、一人でそっちに行くか、こっちに行くかが、あの、もう、変わらないけど、ぐるぐるするんですよ。なんか洗濯機のコインランドリーのこういう中みたいに。めちゃくちゃそれが綺麗で、あの、さっき私制覇しちゃって本番はちょっとしか見れなかったんですけど、リハーサルですごい見させていただいて、もう本当にね、もう感動してました。なんかで、なんかもう、でも皆さんあれですね、あの、私好きになっちゃったんですよ、すごく。皆さん好きなポイント言っていいですか？あの、すごい歌うまくないですか？すごく歌ちゃんとめっちゃ歌ってるじゃないですか。まあ、歌ってるんですけど、なんか歌ってることにまずすごい、いや、歌が本当に聴けるっていうことを皆さん、あの、尊いと思った方がいいですよ。あの、歌ってて綺麗だし、なんか曲によって外、なんだろう、リードボーカルが違う感じなんですか？あ、なんか、そんな感じ、バラバラ、なんかもう、それがすごい、なんだろう、セットというか、この子とこの子みたいなのすごい綺麗だし、何より全員になった時が本当に綺麗な、あの、雑音がなくて、あの、変に私目立つぜみたいな、あの、こういうのがいるとすごい、あの、乱すとかそういうことが起きるんですけど、すごい綺麗で、そこがもうサビの迫力ですよね。あの、オタクみたいになってて、でも本当にね、あの、一番リハと雰囲気が違うと思いました。リマイルさんがなんかもう少しクール系の感じかと思ったら可愛くて、すごい可愛いんだと思って、なんかちょっと、あの、ライムベリーの餅の昔の、これすんごい昔のことをちょっと思い出しちゃった。餅っぽいって思っちゃった、すごい怖い怖い。なんか、あと、あの、身長差が素晴らしいですよね。ごめん、かたって身長差がこれ綺麗に、え、何センチですか？162センチ。あ、同じ157。あ、150。あ、マイク使ってください。ゆねこさん、よかったら、ゆねこさん、中途半端な身長だから7人がいいんだよ、センターがいるのがいいんだ
がいいか。あ、センターはいた方がいいじゃん。一緒に真ん中来てください。え、どう、え、中間に入ろうか。中間違うか中途半端な遠慮いらんのか。え、でかくない？やったー、嬉しい。ごめんなさい、お邪魔しました、本当に。嬉しい。いやー、ごめん、手大丈夫、大丈夫です。ありがとうございます。あ、前へどうぞ、太田さんが寂しがるか、前へどうぞ。おぉ、喋りすぎかな。いや、大丈夫。もう本当に、すごい褒めてください。本当に。でももう一個言いたいことがあって、あの、すごい、卵ちゃんが、すごい、あの、リハから超笑顔なんですよ。めっちゃくちゃ笑顔で、すごいと思って、いや、朝ですよ、朝の9時台入りとかですよ。もうなんか、ベテランさんとかでももう、ああ、眠いみたいな感じなんです。すごい、もう全力で、もう可愛いなって思いました。もうすいません、もういろいろとうるさくて。そろそろ黙ろうかと思います。ありがとうございます。あ、そうか、大事なことを言ってない。そうそうそう。ヨネコさんと私たちはレーベルメイトになります。イエーイ。そうなんです、トラッシュアップレコードさんに私もリリースをさせていただくことになりましたので、これから仲間としてよろしく。あ、あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。私の正式なニュース出しは明日あたりになるので、あの、よかったら拡散してください。みんなが拡散上手だということは身に染みて分かっているので、よかったら拡散してください。では締めますか。締めますあれ違う、あれ、あ、記念写真みんなと後ろから。あ、じゃあみんな真ん中にギューって立って。あ、なんかもう踏んづけてもらって大丈夫ですよ。なんか本当に私に座ってほしいぐらい。あ、いいですね、皆さん。あ、申し訳ない。おたさんも真ん中へ、真ん中へ。なんかありますか、ハイチーズみたいな言うこと。たまごちゃんの合図で、はい、はい、ポージング。最後もらいます。最後。三二一。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おお、皆さんご協力ありがとうございます。じゃあ、あ、またすぐちょっと前に前においで、前に前に来てください。はい。じゃあタイトル先だから先に言ってもらって、ありがとうございました。失礼します。せーの、逆さま。そう、言ってなかったね。もう一回言うの。せーのかな。せーの。せーの。逆さまと、ヨネコのツーマンでした。ありがとうございました。Thank you.